オイル。ちっちゃめです。あ、かわいい。一番気になったやつ。はい。どうもこんにちは。こんにちは。ユーストリームバイヤー長沼です。ユーストリームのめこです。はい、ということで本日はあなたにぴったりのジャパニーズトートはこれだということで、ユーストリームではジャパニーズトートを多数取り揃えておるんですけども、今回は本当にいろいろあるので細かくご紹介していこうかなと思います。最後までぜひご覧ください、はい、ということで、そもそもあのジャパニーズバッグですね、展開している MM6 なんですけども、 MM6 って何ぞやってところから MM6 とは何ぞや、はい、メゾンマルジェラに対しまして、コンテンポラリーブランドの位置づけです。コンテンポラリーって何っていうところなんですけど、あの日本語に訳しますと現代的っていう意味なんですけど、まあ、あのメゾンマルジェラのファーストラインよりも、より現実的な価格で、現実的な使い勝手という意味が含まれているかなというところだと思います。まあ、なので、ファーストラインであるメゾンマルジェラよりも買いやすい価格帯で展開している商品ですよって思っていただければと思います。今メコさんに持ってもらったジャパニーズバッグなんですけども、こちらもちょっとざっくりとお話しさせてもらうと、2009年の FW から展開が始まりました。で、そこで大人気になったんですね。日本の伝統的な折り紙にインスパイアされた三角形のフォルムが特徴となってます。毎年ですね、さまざまなデザイン、素材、大きさのジャパニーズバッグが発表されてますと。じゃあまず最初に、今メコさんに持ってもらってる、ジャパニーズバッグですね、早速紹介していきたいと思います。まず最初はですね、こちらちゃんとした商品の名称がないので、僕らというか僕が勝手に命名したんですけど、MA1 ジャパニーズバッグですね。中綿の入ったポリエステルを 100% のシェルにですね、フライトジャケットのようなこういったユーティリティポケットを前面に縫い付けてまして、あのフライトジャケットの MA1のオマージュのようなジャパニーズバッグかなというふうに思います。で、この取っ手ですね、取っ手の部分と、内側に、フラップがあるんですけども、こちらはレザーで、レザー製でございまして、はい、で、ユーティリティポケット、はい、こちらは、ペンポケットと、いわゆるシガレットポケットの2種類ですね、ちょっとペンを刺してみたいと思います。 This is a pen。 嘘、ここで、はい、ちょっと狭いんですけど、まあ、4本ペン刺しがあるんですが、1本ずつ2本くらいだったら刺し込めるかなといったようなサイズ感になっております。それからこのファスナーを開けますと、先ほど申した通りシガレットケースになってます、まあ、何を入れるかは自由なんですけど、やっぱりタバコぐらいしか入らないかなっていうふうには思います、ね、小銭そうですね、はい、小銭も入りますねはい、そんなところです。はい、で、内側なんですが、すごいちっちゃいんですけども、スラッシュポケットを備えております、はい、スナップボタンがついたポケットが1個ついております。ということで、裾にですね、実はスナップボタンが備わってます。ちょっと上子さんつけてもらっていいですか？いいんですか？はい、これは知ってるんですよ。あ、マジっすか？ちょっと焦ってほしかったんだけど。こうします。はい。よね。確か。待ってますよ。で、ちょっとマチを自分で作って、じゃーん。できました。はい。ということで、あのそのスナップボタンをつけることで 2way の楽しみ方ができるかなと、可愛い街が生まれましたね。そうですね、より立体的になって使い勝手というか見た目がだいぶ変わってくるので、あ、今日お弁当入れたいなっていう日は、あ、そうですね、街作ってお弁当を入れていただいた方がいいかなと。はい、はい、じゃあ早速どんなものがどれぐらい入ってみるか、どれだけ入るかちょっと試してみましょうか。はい、気になるのはパソコンが入るかどうかでございます。はい、こちら横が31センチの縦が20センチの、まあ、世間一般的に言われるノートパソコンですね。はい、見てみたいと思います。うん、全然余裕で
入りました。はい、他にもぬくさんの私物で今日やることいっぱいバッグを持ってきましたので入れていきたいと思います。はい、やることいっぱいバッグから出てくるのはカメラ。カメラちょっと意外でしたねちょっとびっくりしちゃいます今。カメラも、はい、カメラもこのままダイレクトに入ります。はい、続きまして傘そうですね、折りたたみ傘、はい、から日傘とかもいけそう、うん、からのポーチ。ポーチ、あ、だこ大事ですね。充電器ケースのポーチですね縄跳び縄跳び頑張ってます。フラグメントケース、フラグメントケースですね、はい、ちょっと小ぶりのポケットになってるんですけど、これぐらいのフラグメントケースであればすっぽり、はい、サイズ感ですね。こんなもんですかね、うん、ですかね、まあ、これだけでも、うん、十分入りますよ。なので普段使いは全然できるサイズ感かなと思います。もちろん手持ちでしても肩掛けでもできる形になってますので、まあ、使い勝手はいいサイズ感かなというふうに思います。結構重さあるんですけど丈夫な感じですね、うん、バッグ自体の重さがないからそうですね、使いやすそうです。 MA1 のジャパニーズバッグでした。はい、続きまして、ジャパニーズトートバッグの続きましては、ジャパニーズ6バッグでございます。はい、先ほどと比べるとだいぶ小型になったかと思いますね。スリムになりましたね。急にダイエットしちゃいました、ね、これもジャパニーズバッグなんですね。はい、でこちらの、バッグなんですが、2022の F ラブから発表されました。側面ですね、側面は、アコーディオンタイプのマチがついております。はい、そこまでアコーディオンではないです。はい、ボディと一体型のストラップが採用されておりまして、まあ、パッと見、レザー製って見えるんですが、実はレザーとフェイクレザーの組み合わせなんです、ミックスレザーってことですね。はい、多分こっち側がレザーでこっち側がフェイクレザーとかっていう組み合わせだと思うんですけど、あ、そういうことなんですけど全然わかんないです。わかんないです。はい、僕もちょっとわかんないです。じゃあ早速ですが何が入るか試してもらいましょうか。ちょっと気になりますね。はい、細いのでじゃあスマホ、はい、iPhone13 Pro を入れました。はい、意外にでも高さがないです。そうですねフラグメントケース、はい、入れます。続きましてティッシュケース、はい、おばあちゃんが作ってくれました。ハンドスプレー細い版ミンティア、こんな感じですね。あとはリップぐらいならポンポンって入りますね、うん、意外にスマートなものだったらスマートに入れ込めるかな。そうですね、間違う薄いやつであれば結構物が入るかなっていう印象ありますね。文庫本も入れてみてもいいですか。入るかな。ここがちょっとだけ狭いけど、そう、やっぱジャパニーズバッグ入り口はちょっと狭いんですよね。奥行きはあるんですけど、ギリ、あ、入りますね。入りました。お、意外にじゃあちょっとカフェで一息つきたいわっていう時はこちらぴったりかと思います。思います。じゃあ、しょってみてください。あ、ショルダーできますね。あ、かわいい。あ、結構大人っぽい、うん、カチッとした印象になりますね。スマートに決めたい時、あと、もう一個こういう大きいバッグ持ちたいって時とか、うん、こういうスマートなのあると一緒に背負えるから結構便利かもしれません。ジャパニーズ6バッグでした。はい、続きましては、こちらのジャパニーズバッグですね、グレインレザーを使ったジャパニーズバッグでございます。こちらは脂肪感のある、レザーを全体に使ったバッグでして、やっぱりあの合成繊維のものと比べますと重量感と高級感がやっぱりあるかなと思います。はい、で底面にはスナップボタンがあって形を変えることができます。
はい、で内側にはスナップボタンをついたポケットがあります。一回じゃあパソコンと、うん、見てみましょうか。はい、雑誌も入るかなって。はい、先ほどのノートパソコンですね。あ、もう横でいけるかな。余裕ですね。はい、続きまして、はい、大人になったら読みたい雑誌、ミューズ。もう大人じゃねっていう入りました。余裕ですね。まだ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 全然余裕ですね。余裕があります。じゃあ背負ってみてください。お願いします。背負った感じ、おどうですか。結構体にピタッと、うん、結構 表面積が大きくなるからすごい印象が、ここがぴったりですよね。ね、うん、ちょっと分厚いコートとかだときついかもしれないですけど、今だったら、うん、余裕で使えると思います。あとは腕にかけても可愛いです。ちょっとクタッとした感じがいいですよね、うん、ジャパニーズバッグのグレインレザーでした。はい、続きましてのジャパニーズバッグはこちら、じゃじゃん。今度はちっちゃいですね。ジャパニーズバッグのミニに、ジャパニーズバッグのミニですミニミニあの特徴としてはここですね、表のプリント、MM6 のロゴを、拡大したプリントが施されております。はい、こちらボディ表地は、コットン 100% でして、取っ手はレザー、裏地はポリエステルでございます。ちっちゃくて可愛いですよね。可愛いしすごい軽いです。うん、うん、ね、そう、軽さが、うん、やっぱ一番軽いところが特徴かなと思います。では、まあ、ちっちゃいサイズなんですけどどれくらい入るか試してみましょう。ペットボトルをご用意しました。ちっちゃい。そうですね、310ml。じゃあお願いします。はい、はい、1本、2本。あ、入りました。まだ余裕ありますね、全然。はい、ペットボトルは 350ml がおすすめ。おすすめです。はい、その他何入りますかね。スマホ、文庫本、ティッシュケース、ケース、フラグメントケースちっちゃいのは入りそうですね、うん、じゃあちょっと大きめのポーチ、はい、ほう、お、意外に入ります。じゃあ傘、折りたたみ傘、うん、入ります。縄跳びも一回縄跳びチャレンジ。今縄跳び二重跳びに挑戦しています。 お入りました。入りました。ちょっと形がいびつですが、はい、なんとか頑張れます。閉めるボタンがあるんですが、さすがにスナップは、スナップボタンは閉まらないです。閉まりません縄跳びは読めときます。はい、そしたら閉まるか。閉まります。閉まります。文庫本も横にすれば大丈夫ですね。しっかり収められました。はい、よかった。生地柔らかいから、くたってして、あの中のものに馴染んでくれるので、いろいろ詰め込みやすいかなと思います。はい、じゃあ持った感じ、うん、見たいでしょう。重いの。こんな感じです。ちっちゃめです。あ、かわいい。かわいいですね、うん、ちょうどいい。ちょうどいいね。結構入ったので、うん、これで会社も来れそうな気がします。さすがに肩はまあ、ね、ちょっと、うん、こういう感じになっちゃうんですけど、ハンドバッグとしてだったら問題ない。うん、かわいいと思うと思います。はい、ジャパニーズバッグのミニでした。続きましてご紹介するのはこちら、チャラーン、ジャパニーズバッグメッシュのミディアムですね。はい、表地は弾力性のあるポリエステル 100% のメッシュ素材を使ったジャパニーズバッグでございます。この素材あれですよね、アウトドアのバックパックとかのベルトの裏側とか、あとは背面に使われている素材。あ、出してきてくれてありがとう
パソコンケースとか、うん、私カメラ入れてるんですけど、そうそうそう、それと同じような素材構造になってますね。はい、はい、まあ、それを前面に持ってくるってところがなんか MM6 らしいかなって思いますね。まあ、単色なんですけどもメリハリある見た目になってるかなというふうに思います。あとはやっぱ軽さ、うん、軽いですよね。この大きさにしては小指で持てちゃうぐらいの軽さということになっております。で内側には小物を入れられるスナップボタンを備えております。はい、あ、こういう、え、あ、薬指ね薬指でも持てる。はい、じゃあ何がいるか早速やってみましょうか。はい、あ、もちろんあのスナップボタンついてますんで、あら、そこが変えられると構造変えられますね。じゃあ早速、はい、PC、 はい、 PC ですね、見てみたいと思います。もうこの辺はよきちゃんですね。はい、雑誌ですね。大人になったら読む雑誌。もう十分大人じゃない。それさっき俺言ったワードじゃねえかな。はい、じゃあキャメラも、はい、キャメラ、私のソニーのキャメラです。今年買いました。これ安心ですね。確かに同じ素材ポーチ、はい、入れます。充電器、はい、入れます。スマホ、財布入れまして、折りたたみ傘、はい、こんなもんですかね、はい、結構重いものを入れちゃいました。しょっちゃってしょっちゃってみますか、うん、とか言って、まあちょっと重いです。まあ重いですよね。まあまあ重いですけど、肩にかけてみると、うん、この皮の持ち手があるから、うん、なんか痛くはない気がします。さっきのグレインレザーと比べてもなんかすごい軽やかな印象を受けますね。触り心地もいいので、うん、なんか体に馴染む気がします。普段使いにはこういった軽い感じのジャパニーズバッグいいかなと思いますね。はい、そんなわけでジャパニーズバッグのメッシュミディアムでした。続きましてはジャパニーズバッグのミニのノットでございます。ノット、はい、ノットでございます。あの素材はフェイクレザーを使っておるんですけども、ノット。ノット、はい、この辺が。ノットとはどういう意味でしょうか。シンキングタイム。ノットです。ノット、違う。違います、ノットは結び目って意味です。ここに2つ、結び目がついてますね。この結び目を上下にすることで、この取っ手の長さを調節することができます。うん、長くなってんのかな。長くなってますよ、うん、やっぱり 4,5 センチは変わってると思います。肩掛けも可能になります、はい、あとですね、あのこの素材自体が結構あの強度があって、結構真横で持っても持てるかなみたいな、うん、真横でまあ持たないけどね、持たないけど意外とそういう肩崩れしづらいなっていう意味合いで あの横だと持てますよっていう意味でした。はい、喋すごい嫌がられる、はい、嫌がられますか。あのパッと見は皮ともう見分けがつかないんですけども、まあ何が入るか逆にちょっと僕もめちゃくちゃ気になりますね。ね、ちょっとやってみましょう。はい、スマホも、うん、スマホですね、まずは、まあ、出ちゃってもいいっていう人だったら、ああ出ますね、出ちゃっていいかなみたいな、うん、フラグメントケースぐらいだったら、うん、入りますね。まあでもこれぐらい、これぐらい。あとはじゃあ気持ち、うん、ミンティア、ミンティアな、ミンティアミンティアぐらいだったらまあ入りますね。はい、こんなもんですね。まあサブバッグですよね、持ってる時とか、うんうん、いいかなって感じです。これショット時どんなイメージなんですかね。わかりません。はい、じゃあちょっと見てみましょう。長くした状態で持ちますと、はい、あ、なるほどですね。洋服かのように密着して、うん、しょうことができます。そうですね、本当にミニマルなデザインで、そのスタイリングの邪魔をしないデザインって言いますかね、うん、しかも太いので、うん、肩からこうずるってならなくて済むかな。だから意外にフィット感あっていいかもしれないです、うん、ジャパニーズバッグノットミニでした。
では長い間いろんなジャパニーズバッグご紹介しておりましたが、ついに最後ですね。はい、こちらジャパニーズバッグのクロスボディでございます。はい、今までと違ってだいぶかなり形が変わった印象を受けるかな。コロンって感じです。ですよね。はい、表地はシュリンクレザーを使っておりまして、まあ、何が違うかというと 2way になったことですかね。あ、はい、ショルダーストラップが別につきました。じゃん、はい、でこのショルダーストラップ細いんですけど、長さ調節は可能ですので、うんうん、まあ、ショルダーで使っていただいたりとか、まあ、ハンドバッグとしてお使いもいただけるかなと思います。そこに一応祖母病がついてはいるんですけど、うん、まあ、飾りかなっていうところですね。あと、まあ、そこにマチがついてるので、まあ、安定感は他のジャパニーズバッグよりはあるかなといったところでございます。はい、今日は早速何が入るか試してみましょう。じゃあ iPhone とちょっと310度とか入るかな。そっちが先でした、はい、ごめんなさいね310ml の1本でいいんじゃないか。はい、1本でいいですね、はい、1本でお願いします。 iPhone も入れます。はい、縦になります。フラグメントケース、はい、ミンティア、はい、ハンズクリーム、はい、で気になるのは文庫本。気になったか気になるのか。文庫本横に入る。横に、あ、そうですね、横に入りました、うん、で、あとはハンドタオルですね、はい、今日はポムポムプリンです。え、知らないですか。だいぶリアクション取れなかったっていうか、俺ごめん、分かんなかった。で、ゴミボタンがあるので、はい、スナップボタンですね、はい、するとちょうどいいですね。あ、そうですね、ちょうどいいサイズ感ですね。ジャストです。はい、じゃあ早速しょってもらいましょう。手で持つとこんな感じです。小ぶり、めちゃくちゃ小さいのに結構入りましたね。入りましたね、うん、でも、まあ、通せればすぐ、うん、ぴったりぐらいで、ぴったりですね。皮はとっても柔らかい。ショルダーもつけてみます。あ、かわいい。かわいいですね。すごくいいんじゃないかなと。使い勝手、そのショルダーバッグとしての使い勝手が一番いいのかなっていう印象ってますね、うんうん、どこにでも行けそうな気がします、はい、ジャパニーズバッグのクロスボディでございました。はい、ジャパニーズバッグですね、合計あ何個だっけ。7です。はい、7でした7つご紹介しました。めっこさん、一番気になったやつとかありますか。ずっとこれを迷ってカートに入れては削除して、カートに入れては削除してを繰り返して半年経っております半年経っちゃったこの動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。感想やご意見はコメント欄にお願いします。また来週の土曜日お会いいたしましょう。それではまた、バイバイ、さようなら。